カラフルでシャツ型が可愛いマンゴハウスのオリジナルかりゆしコースター。コップを置いて使ったり、そのまま飾ったりしても可愛いです。この人気のコースター、実はすべてスタッフの手作りなんです。コースター作りを担当しているスタッフ比嘉を訪ねてみました。こんにちは、スタッフ比嘉です。私は主にムーンビーチ前店にいます。そしてコースターやシュシュ、マウス袋など店頭に立ちながら作っています。ちょっと様子をお見せしたいと思いますので、どうぞ。まず型紙に合わせて切っていくのですが、型紙の空いているところがコースターのメインの部分になるので、可愛い柄になるように選んでいきます。カットした生地をミシンで袋状に縫ったら、裏返してコースターの形にアイロンで形付けていきます。コースターの形にできたら周りをミシンで縫っていきます。最後に本物のシャツのように襟を曲げてしっかりアイロンを当てます。はい、完成しました。出来上がった時に可愛いと思われるような柄になるように、最初の型取りの時の柄の判断にはこだわって作っています。難しいところは最後に襟を曲げて左右対称に合わせるところが工程があるんですが、襟と襟の真ん中に隙間ができないように合わせるところがいつも難しいです。隙間がなく綺麗にできた時は嬉しいです。細かい作業が好きで、何か作りたいなと思っていたところで、他の小物作りスタッフの方に教えていただいて作り始めたのがきっかけです。今日は5号店からスタッフ奥山が小物作りを習いに来てくれました。奥山です。これから小物作りも頑張ります。よろしくお願いします。バイバーイ。完成したら別のスタッフに袋詰めをお願いしています。今回は頑張るやんばるクイナの柄でコースターを作ってみました。こちらが完成したコースターです。このシャツがミニチュアになったみたいで、すごく可愛くできたと思います。2つお揃いで買っても可愛いんじゃないでしょうか。かりゆしコースターはお家で何度も洗って使えるので、そこもいいなと思います。
ぜひ皆さん買ってください。かりゆしコースターはネットと店頭の両方で販売しています。ぜひ手に取って見てみてください。バイバイ。